はい、こんにちは。こんにちは。グランピーです。はい。今日は、スチームローラー、サーリーのスチームローラーに乗る、村上くんとタケちゃんの、違いがですね、はっきりと出て面白いので、それぞれどんなスチームローラーなのかっていうのをですね、聞いていこうと思います。はい、では。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、村上くんから、はい、聞いてみます。ではちょっと何でも聞いてください。村上くんのスチームローラーは、はい、主にどのように使ってるスチームローラーですか？主にもう街乗り、コミューター、同じ意味ですけどコミューターですね。あんまりストイックに走らない人ですね。いろんなものがついてますけれども、はい、これははい、タケちゃんにつけてもらったやつですかね。そうですね。フロントラックのライスラックはペイントするときにアイレットの溶接を追加して、それでしっかりくっつくようにして。なるほど。カスタムしたやつですね。じゃあそのカスタムしたちょっとこだわりのポイントをいろいろ教えてください。こだわりのポイント、そうですね、最初、650B でホイールでカスタムします。そこが一つの特徴ですね。やったきっかけはやってみたかったっていうのが本当ですけど、やってみて実際に組んで乗ってみると見た目がすごくかっこよくなりますね。太いタイヤ履けるピストってなかなかないんで、シングルスピードで650でこのタイヤの組み合わせってやっぱスチームローラーならではのカスタムかなっていうのを思います。この650B にしてどうでしたか？ 650B はやっぱり単純にタイヤが太くなったんで乗り心地はすごい良くなったし、荷物いっぱい積んで走るのにすごいしっくりくる感覚はありますね。前は 700C で使ってた。一番最初は700で固定ギアで乗り始めたんですけど、そんなに乗ることなくすぐにフリーになりましたね。じゃあ村上くんは650の方が今気に入ってると思う？そうですね、もう今のところ650しっくりきてて変える気は当分ないですでも最近ちょっと固定ギア欲が出てきたんで、そろそろ買えるかもしれないですね。なるほど、了解です。これが村上くんのスチームローラー。はい、はい、言い残すことはないですか？でも聞き残したことない。聞き残したことない言い残したことない聞きの、はい、大丈夫ですか？はい、はい、じゃあ次は、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ次はしよっすはい、ちょっとあれですね、はい、こっち使ってますかね。あ、僕です。はい、これがタケちゃんのスチームローラーですね。僕のパーフェクトスチームローラーです。パーフェクトスチームローラーどのあたりがパーフェクトですか？完成車っていうところですかね、もう今は販売してないやつ。今は販売してないやつですけど、ちょこちょこカスタムしてるんですけど、基本ありのままの姿みたいな。なるほど。これは 700C。 これは 700C です。僕 700C が好きなんで。それはなんでですか？車輪の外径が 700C でやっぱ太くした方が大きくなるんで BB ハイトも上がるんですよ、うん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 、そうしたらカーブの時にペダルヒットしたりとか減るんで、結構攻めた走りするんで。なるほど。僕はそういうの大事にしてます、確かに。 700C で35を履かしてます。 35? 35入るんですか？35だったと思うんです。かなりですね。32C だったですね。32。でも実測35なんですよこれあ、そうなんですか。リムが太いんであ、なるほど、広がって。後ろの方かなり攻めてますね。攻めてますねこのギリギリ感、攻めてますんで。なるほど。これ固定ですか？これ固定ですね。最初はフリーギアついてたんですけど、はい、固定にしました。それはなぜですか？
肉体との戦いを楽しみたかったんで、ホテル本当に濃いダブルしか進まないっていうこの、うん、でも僕はもうそれで200キロぐらい走れるんで、なるほど、そういう遊び方してるんで、ちょっと村上さんとは全く逆ですね。攻めた、ちょっと本気で遠くまで行ったりと、本気で遠くまで行ったりと、まあ、別に遠くに行くのに向いてるってわけじゃないですけど、本当に肉体との対話と、なるほど。これ、はい、固定ギアでビンディングですか？僕ビンディング、超ビンディング派なんで、超ビンディング派、もう簡単に外せますし、スリッパみたいなのちょっと怖いんですよね、僕。あ、なるほど、はい、これは何ですか？これはですね、外し忘れてますけど、ラファのフェスティブ500っていうイベントで、あ、500キロ8日間で走ろうみたいな、はい、そういうイベントだったです。それもスチームローラーで？あ、もうスチームローラーで全部行きましたよ、僕は。500キロ、はい、もう余裕でしたね。余裕、全然膝壊したりとかそういうのもなく。あ、なるほど。もうバッチリバッチリ走りました。結構ツイッターの方で村上、スチームローラーといえば村上さんとブルーラグの何度かさん千斗くんでしたっけがなんか嫌っていう人がいたんですけど、あ、僕の方がバッチリ乗ってる。あ、なるほど。スチームローラーといえば竹ちゃん。いや、やっぱ僕ですからね。なるほど。ギリギリ攻めてる僕。なるほど。こう村上さんのスチームローラーが実現できてるのも僕のおかげってところはやっぱりある。あ、なるほどスチームローラーですやっぱり元祖スチームローラーだと思いますね。すいません、なんかそういうことですね。こんな感じで、じゃあ簡単にまとめると、はい、村上くんのがちょっと荷物積んだりのんびり走るみたいな、まあ、のんびりスタイルですね。のんびりスタイルのスチームローラーですね。で、たけちゃんのがストイックな、ストイックかって言われたらちょっと怪しいんですけど何でもやるぞっていうスチームローラーですね。なるほど。結局まあ、自転車もそうですけど肉体的な面も一緒なんで肉体、なるほどそういえば自転車ですね。ジンバ一体ですね。ジンバ一体の、本当に。なるほど、そういうことですね。じゃあ、あと何か言い残したことはないですか？いや、自制の句ですから全然何もないです。あ、なるほど。まあ、逆に聞きたいってことがあればコメントしていただければ。ああ、じゃあコメントいただいた分はもうしっかりと、まあ、しっかりと僕が考えて誰かが返すやと思います。了解です。はい、スチームローラーこれぐらいなんか個性差が出るぐらい幅広いから、うん、飽きが来ないですね。あ、もうどれぐらいですか、乗って1年ちょっとぐらいですか。うん、もう1年超えましたね。かけちゃんはどれぐらいですか？3、4年乗ってますので、まあ、あるし、ね、でもいろんな自転車はたけちゃん持ってるけど、はい、意外とこれが一番出動してたりする。飽きが来ないけど本当にあるっす。やっぱシンプルだからこそなんか楽しめるみたいなとこありますね。それとやっぱりあんまりこう高級パーツもつけてなかったりするんで、まあ気兼ねなく乗れるみたいなのもありますね。なるほど。はいです。はい、じゃあということで超おすすめなんでスタッフの2人の、スチームローラーをちょっと比較して、それぞれの使い方をご紹介いたしました。はい、スチームローラーはまだまだご用意できるやつ。はい、あ、今フレームセット結構在庫ありますね。はい、まあ、49センチが1本あって、53センチが7本あって、53センチ身長175センチ前後の人はサイズがすごいいっぱいあります。あ、これが53。174っす。なるほど。髪の毛入れたら180ぐらいです。なるほど。はい、あの、はい、まだいっぱいあるんでカスタム相談お待ちしてます。はい、では、そういうことで、この辺りで質問を終わります。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。